山椒公園から眺められる斜め一文字ケーブルカーマスコットキャラクターの笠坊笠松公園は京都府宮津市にある公園。単語海陸交通が運営している。天の橋立の北西に位置し、眺望が良く展望台は観光名所の一つになっている。麓の府中からケーブルカーかリフトで登ることができる。2017年4月文化庁により、 地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する文化財の一つに認定された。山椒公園から見る天の橋立は斜め一文字と呼ばれ、このぞきをして見ることもできる。このぞきをすると天地が逆転し、まさに天に架か,かる橋のように見える。公園は山の上にあるが、 さらに徒歩で3分ほど登ると、山椒という名の松がある。また覗き発祥の地がある。発祥の地からは、西国三十三章、第28番札所の成合寺へ行くバスが出ている。公園には、天野、橋立パノラマハウスがあり、中には、レストランや軽食コーナー、売店などがある。また、公園の一角には、加護神社の祭神天加民命と、 一木島姫の命が降臨したとされるカンリ島、靴島養配所がある。天の橋立を挟んで対岸には同様の展望施設がある。天の橋立ビューランドが所在する。2019年7月、山椒公園山頂笠松駅ケーブル乗り場待ち合い、室に誕生。別名、山椒公園パークピアノとも呼ばれている。天候等の条件が揃えば、屋外に移動する。 ストリートピアノ同様で自由に演奏できる。ハッシュタグ検索ワードカッサーマツパーカピアノパークピーの参照公演パークピアノ。ありがとうございます。